どうも、こんにちは。いつもディズニーパークチャンネルです。今日は9月21日土曜日、3連休の初日。現在時刻は6時43分、ディズニーシーに来ました。リゾートラインの始発が6時40分着なので、ほぼ同じぐらいですね。今回はファンタジースプリングスのアトラクションのスタンバイパス、プレミアアクセスをいくつ取ることができるのか、そして取るためのトリッキーなテクニックも紹介していきます。目標はスタンバイパス2つとプレミアアクセス1つで3つのアトラクションに乗ることです。ピーターパン、ラプンツェルは確定で乗りたいんですけど、アナ雪は取れたら取るで、取れなければティンカーベルのビジーバギーです。現在6時45分でエントランスは植栽の2つ目の終わりぐらいです。まあみんな座ってこれなので立ち上がったらもう少し詰まると思います。まあ開園から15分以内では入れるんじゃないかなって気はしますね。そして並ぶ位置ですが、サウスとノース、どっちでもいいと思いますが、僕は好きなのはここです。ど真ん中の列。左から5列目ぐらいですね。で、ここなんでいいかっていうと、道の幅が他より狭いんですよね。ここの手前側の植栽の幅は一緒に見えるんですけど、一番奥側のね、遠いところの一番奥側の植栽の幅が、この列は一番狭いです。幅が狭いとその分、実際に待ってる人の人数っていうのは変わってくるので、ここが一番早いかなと思います。なのでね、ここを並んでいきますね。何言ってるかわかんないよって方は、ぜひ、マップの航空写真とか見てみてください。8時33分ですね。こっからまあ5分くらいで入園できるかな。こっちの方がなんか少ないんでこっち行こうかなと思います。入園したらまずねパス取得画面に移ります。はい、入園しました。8時37分です。ではスタンバイパスを取っていきます。で、最初に取りたいのがピーターパンとかですね。お、アナ雪が11時50分、ピーターパンに9時25分か9時15分ぐらいのが欲しいんですよね。ちょっとプレミアアクセスでも見てみようかな。アナ雪のプレミアアクセスは優先するべきなんですけど、他のプレミアアクセスはスタンバイパスの後にします。今エントランス人が多くてちょっとつながりにくいですね。アナ雪はもうないですね。エントランスどんどん進んでいくと電波出てくるので、それを聞くとねエントランスから離れた方がいいです。最初に撮りたいのがピーターパンのね9時、まあ、25分でもいいかな、9時15分のが来るのをちょっと待ちますね。9時15分来い。あんま変わんないかな。あ、来た、15分来た。 OK 来た。はい、9時15分撮れました。これで9時15分にすぐ使えばすぐ次の撮れるんですね。で、これでスタンバイパスで9時15分だったらまだ他のスタンバイパス残ってる可能性かなりあるので、これで2枚撮りいける可能性が、高いです。 OKOKOK で今このままねすぐファンタジースプリングスに向かいます。もう9時15分すぐ使えるように、朝入園してすぐファンタジースプリングスに向かいます。で、プレミアアクセス、まあラプンツェル、これでねラプンツェル買えばね3枚余裕ですね。11時半。で、クレカのセキュリティですね。まあでもここまで来たらこの後時間かかっても多分仮確保になってると思います。認証コード入力するのにちょっと時間かかりますが、まあ、ここだったら多分もう実質取れてると思いますね。はい、買えました。これで朝ピーターパン、ラプンツェル2つゲットです。で、ここで多分2枚目のスタンバイパスが9時15分に取れて、ティンカーベルはほぼ確で多分残ってると思いますので、これで3種確定ですね。3種は取れます。ただ穴行き乗りたいって場合はここから、まあ、朝のうちはキャンセル出やすいので、それで穴行きのキャンセルを狙っていくという形になります。とりあえずファンタジースプリングス向かいますね。今8時41分です。開園から10分経ってます。ソアリンの最後尾はもう火山のふもとですね。何分待ちなんでしょうか。で、一応ねピーターパンまであと30分ぐらいなのでゆっくり行っても大丈夫ですね。まあ本当今回はね開園7分で入園ですね。基本的にソアリンも朝一少ない待ち時間で行けるのは開園から5分の入園ですので、もうね7分結構早く入れたと思うんですけど、それでこの行列なのでね、まあ、でも昼間に比べたら待ち時間は短い可能性がありますね。この時間だったらまだでもめっちゃすぐ行けるだけではないと思います。55分、55分早いですね。これは乗るべきタイミングだと思います。割に無課金で行きたかったら。で、じゃあセントアブジャースどんな感じか見ていきます。
さあセンターオブジャスすでに案内しているのか、そちらも気になりますね。8時45分から案内開始ってことですね。待ち時間はちょっと何分か分かんないですね。あそこで待ってるんで、まあ10分から20分ぐらいかなって思います。8時45分から開始でしたね。今日は8時30分開演で、まあ今歩いて8時42分なので、まあ全然乗り終わったら9時過ぎぐらいかなって感じですね。まあもうちょっと中で待っている可能性もありますが、ちょっと待ち時間アナウンスしてなかったのでわからんって感じなんでしょうね。いや、このままインディーを見に行きます。今インディーの前に来ました。8時46分です。入園してからここまで、まあ男一人、慣れてる男の一人が軽め急ぎで歩いて10分って感じですね。普通の人は15分から20分ぐらいかかると思ってもいいと思います。じゃあインディー人少ないね。何分から何時から開始なんだろうな。これもう乗れますか。ありがとうございます。はい、8時45分ですぐご案内ですね。じゃあちょっと行ってみようかな。9時10分にファンタジースプリングス行きたいので、あと20分ぐらいあるので多分間に合うと思います。まあ、正確に何時に案内が開始されたかは分かりませんが、まあ、一般入園で普通に入って普通に歩いてこの時間ですでに案内開始しているところで、まあ、もうちょっと遅くても変わらないんじゃないかなという気持ちはあります。これがもしね9時開始とかになってくると、乗って終わってね9時10分超えちゃってファンタジースプリングちょっと出遅れちゃうのであれなんですけど、まあもう案内してるってことは乗り終わって9時15分開始すぐにファンタジースプリングス行けるかなと思いますので乗っていきます。はい、じゃあ乗り場直行ですね。よかったよかった、乗っていきます。はい、インディー乗り終わりました。いや久しぶりに乗ったらめっちゃ面白かったね。今回ね一番後ろの一番右奥のね、席だったんですけど、めちゃくちゃね揺れましてめっちゃ楽しかったな。いや久しぶり、いや本当久しぶりに乗ってやっぱいい傑作ダークライドですね。いやちょっとお手洗いに行ってきます。はい、ファンタジースプリングスです。今9時1分ですので、ここからあと7、8分待ちます。今9時3分です。入園して朝一でピーターパンのスナーバイパスラプンツェルのプレミアアクセスを買いました。プレミアアクセスは1枚目買ってから次1時間後に買うことができるので、朝8時40分に買ったということなので、次はね9時40分以降に取得できますと。スナーバイパスも同様に朝8時40分に取ったので、まあ、ちょっとルールが複雑なんですけれども、まあ、次取れるのは9時39分ですね。複雑なルールはねそんな覚えなくても、ここに取ろうとすると書いてあるのでここで確認できます。ではこれで次取れるのスタンバイパス9時39分なのかと思うかもしれませんが、実はスタンバイパスにはもう一個大切なルールがあって、まあ、スタンバイパスの代わりにプレミアアクセス、プライオリティパス全部にもそうなんですけど、手持ちになければ次のを取れるというところですね。今手持ちにスタンバイパスとプレミアアクセスを持っているので次取れるのがあの時間ですってあるんですけど、これを持っていなかったらすぐこの場で取ることができます。つまりピーターパンのパスが9時15分から開始ですが、これをすぐ使ってしまえば手持ちにスタンバイパスがなくなるので、次のスタンバイパスを9時15分に取ることができます。さらにこちら利用可能になると二次元コードが表示されますということですが、これがだいたい5分前に出るんですね。9時10分にはバーコードが出ます。でバーコードが出るとこのバーコードを見せてファンタジースプリングスのエントランスに入場できて、アトラクションにも並ぶことができます。なので9時10分になったらすぐ行ってすぐ使います。そうすると9時10分に2枚目のスタンバイパスを取ることができるようになると思います。で9時10分では穴行きは残ってない可能性が高いんですけど、他のピーターパン、ラプンツェル、ティンカービルのビジバギは、まあ、混んでても残ってることが多いですね。ラプンツェルが混んでるとギリギリなくなっちゃうくらいかなってところですが、まあ、全体的に何かしら残ってることが多いので2枚目のスタンバイパスを取ることができます。では現状のスタンバイパスを見てみます。じゃあ穴行きですね。はい、穴行きは9時6分時点でスタンバイパスプレミアクセス発行なしです。ラプンツェル販売中、発行中、ビジバギーも発行してます、ピーターパンも発行してますというところですね。なのでこの後普通に行ったらティンカベルのビジバギーでここの3つ乗って終わりなんですけど、穴行きにどうしても乗りたいという場合はこの後穴行きの、ね、キャンセルを拾っていきます。でキャンセル拾いって普通に昼間とかはちょっとなかなか出にくいんですけど、この朝の開園してからすぐ、まあ、30分経ってますけど開園してからすぐというのは結構キャンセルが出やすいですね。やっぱり朝一でパス取ったけど予定合わないからやめようって方が
朝キャンセルするのか分かりませんけど、朝の開園直後は出やすいです。まあでも30分経っちゃって今9時7分とかなので、そろそろ出にくくはなっているんですけど、まだ昼間よりはマシところでちょっと粘って見てみます。でティンカーベルがこの亡くなるまでにあの駅出なかったら、ティンカーベルがね戻って、それで3つに割りしようかなと思いますが、それまでちょっと粘ってみてあの駅ね拾えるか見てみます。あと朝一でファンタジースピングスに行くもう一個のメリットが、朝は待ち時間が少ないという点ですね。ラプンツェルが今5分待ち、ピーターパンも5分待ち、あの駅はね9月21日現在は9時半から開始なので、まだ待ち時間が出ていません。これらのアトラクション全部日中はね60分とか、混んでるとね120分とかにねなっちゃうことがあります。システム調整とか挟まるとね100分とか120分超えてくるんですけど、朝の9時から10時ぐらいは待ち時間ね少なく5分待ちとかのことがあるので、これ朝一で行くと少ない待ち時間で乗ることができます。スタンバイバスは並ぶことができる権利なので、取ってもね並ばないといけません。プレミアクセス買ったラプンツェルはプレミアクセス早く乗れるやつですので、待ち時間関係なく早く乗れますが、スタンバイバスで取ったアトラクションは並ばないといけませんのでご注意ください。今9時9分です。まもなく10分になります。はい、10分に変わりました。出ましたね。はい、これで使えるようになります。じゃあもう使っていきます。はい、今入場しました。9時10分です。ではこのまますぐピーターパン使いに行きますね。これ使ったらすぐ次のパスを取れるようになります。はい、今5分待ちですね。はい、じゃあ使っていきます。はい、パスを使いました。すると手持ちからねパスがなくなったので次のを取れます。はい、このように取ることができますね。で何が残ってるかというと、ラプンツェルが16時、ビジーバギーが13時、ピーターパンは12時ですね。ここでティンカーベルを取ればスタンバイバスね2枚取り合計3種乗れますが、ちょっと穴雪が落ちてこないか見ます。まあ9時12分だとちょっと厳しいかな。こんな感じで朝の時間帯は誰かがね取ったりキャンセルしたり取ったりキャンセルしたりで時間が入れ替わり激しいです。でこの影響でね穴行きもたまに出てきやすいんですけど、朝遅くなってくるとちょっと取りにくくなってくるって感じですね。はい、これがラプンツェルのね16時20分が正規の時間ですね。さっきまで12時とか出てたのは誰かのキャンセルです。16時が正規の時間ですね。来たー。はい、取れました。取れました。誰かがキャンセルしたのか、穴行き取れました。18時20分です。こんな感じで朝は出やすい、ちょっと出やすい、まあ、僕は一人だからっていうのもあると思うんですけど、これがもうちょっと経ってくるともっと出にくくなってくるので、だからなるべく9時10分なるべくすぐ、今9時14分なので、もしこれをねちゃんとの9時15分に使ってたら今9時14分のこの案内機は取れなかったってことですので、なるべく早め5分前に使ってなるべく早くスキャンして、なるべく出る確率が高いうちに2枚目のパスを取れる状態にしておく。で出てくるまでちょっとね粘る。そしたら今回ね無事に取れました。まあでもこれはね本当こんな感じで出なかったらティンカーベル取ろうと思ってたぐらいに、その取れる確率保証はないので 100% おすすめはしないって感じです。それで次スタンバイパス取れるのが、はい、今のね9時14分の2時間後の11時14分です、ね、でこの後のね11時14分だと確実に全てのパスがないので、これで終了って感じですね。あとは本当にもう昼間の誰かのキャンセルを狙うって形になってきます。はい、ピーターパン乗り終わりました。いや久しぶりに乗ったらめっちゃ良かったですね。はい、ラプンツェル来ました。スタンバイパスの人は10分待ちですね。でさっきピーターパンが30分待ち、あの駅が60分待ちでした。ラプンツェルちょっと今少なめになってますね。じゃあプレミアアクセスで行ってきます。はい、ここでもう一般の人と合流です。ここから3、4分待ちって感じです。ちなみに現在11時29分、アトラクションのスタンバイパス、はい、全てなくなってますね。これも誰かがキャンセルするのを待っていればね、出てくるかもしれませんが、やっぱりもう残りがないってなると、皆さんね、キャンセルしにくくなっていると思うので、なかなか本当に乗れなくなった人だけしかキャンセルしないかなと思います。かなり出てこないですね。プレミアアクセス見てみます。
ファンタジースフィンクスは全て終了中ですね。他のアトラクションは残ってます。まあ今日結構割と3連休初日だったんですけど、混雑は控えめですね。なので割と残ってると思います。はい、ラプンツェル終わりました。いやー、ゆったりしてて癒されましたね。今11時41分で25分頃に入って16分経過してます。やっぱ入ってから出るまで15分前後見積もっておくと予定は立てやすいですね。プレミアアクセスファンタジースフィンクスマジックの場合、ビッグバンドビートを見にアメリカンウォーターフロントに行きます。で、移動手段は3つあって、歩いていくか、トランジットシーマーラインでメディテレニアンハーバーに行くか、エレクトリックレールウェイでアメリカンウォーターフロントに行くかですね。ただエレクトリックレールウェイが11月の3とか4ぐらいまで休止中で、今日はね9月21日でやってないので使えません。結構割と不便です。こちらエレクトリックレールウェイです。ポートディスカバリー乗り場、こちらは11月の3か4ぐらいまで休止中ですね。移動できません。これ乗っていくとアメリカンウォーターフロント、タワーオブテラーの前ぐらいまで行けるんですけど、行けませんって感じですね。だいたい20分ぐらいお散歩しまして、ビッグバンドビートに来ました。今12時3分ですね。12時から会場で12時半開演で、ちょうどいい感じの時間です。はい、ここねエレクトリックレールウェイの終点です。さっきフォートディスカバリーからこれ乗っていたら、このブロードウェイミュージックシアターの目の前に到着するって感じになりますが、11月頭までやってないので今日行けませんでした。待ち時間次第ではね、あとは歩く体力ない方は並んで乗っていくといいかなと思います。では行ってきます。というわけで今回は以上です。朝のうちはスタンバイパスの時間や種類の出入りが激しいというところをついて、9時15分のパスを取って使って、アナ雪が朝落ちやすいうちに出てくるかどうか見て、落ちてきたら取るというところで、ピーターパン、アナ雪、ラプンツェル、こちらの3種類のアトラクションを体験することができました。もしアナ雪が取れなかった場合はティンカーベルのビジバギーで変わらず3種類でした。ただ基本的に乗れるアトラクションは2つだと思っておいて、優先順位上から1番2番乗っていくといいと思います。アナ雪に絶対乗りたかったら朝のうちにアナ雪のスタンバイパスを取って、もう1つプレミアアクセス1枚買うとかで、3枚目は残ってたら取る買うとか、そういうところで動いていくとより確実かなと思いますが、まあ、こんな感じでちょっとね冒険していくとこういう可能性もありますよというところで紹介していきました。今回は実践解説でしたが、他のスタンバイパスの取り方も含めて様々な方法を解説した動画をこちら投稿しておりますので、気になる方はぜひ動画概要欄からご覧ください。またこんな感じでこれからもどんどんと最新のパークの攻略方法を紹介していきますので、気になる方、今回の動画が少しでも参考になったようで方はぜひチャンネル登録と高評価でこの活動を応援していただけますと非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。